はい、シーダゴズの祠。ダゴズ、また言いにくいな。はい、場所は、こちらですね、悟り山の近く、ハイラル平原、ハイラル丘陵の下ですね。はい、はい、じゃあ早速やっていきまーす。さあ何かな。はい、ここは並列思考、並列思考、2つあるけども、あ、踏むと動くと、あ、こっちはこう動くと。じゃああ、なんか落ち、うまいこと。あ、なんかうまくいきましたね。順番にこう踏んで落として、こういうことですね。あ、違うわ、そっちもあるのか、今度逆か。こういって、こういって、そっちはそっちに入らない。え、左を踏んで、じゃあ右を踏んで、また右、こうか。ちょっともう一度、右を出てきたら左にで、こう、うん、こういうことですね。あ、もう終わりかな。あ、これだけ、これだけか。ただ、宝箱が欲しいけども、あそこ行ってみましょうか。で、何かしらありそうな、あそこにちょっと飛んで行ってみますね。ジャンプ、よいしょ。あー、やっぱりありましたね、隠れてました。あ、これは欲しいな。対機械用にちょっと欲しいんで、いらない、王家の剣いらんかな。はい、雷電の体験、これいただいて、これを踏むと、あれかな、踏むと、あー、行っちゃうのか、行っちゃうのか、ちょっとそんな気したけど、あとはクリアするだけですね。はい、はい、じゃあクリアしまーす。はい、スキップします。はい、克服の証ゲット。